ソーヌイコールエイコールロワール県は、フランスのブルゴーニ・フランシュコンテ地域県の県。中央高地の東部であり、名前が示すように、ソーヌ川、ロワール川の流域。2000年4月7日より、日本の山梨県と、姉妹締結している。中世、もちろん、ソーヌイコールエイコールロワールは、県として存在する以前であるが、この地は、フランス王国の南北を結ぶ十字路として、 重要であった。数世紀にわたって、現在のソーヌイコールエイコールロワールの大半を、収めたブランション領主、シャローンシュルソーヌ博、シャロレイ博といった、強力な領主たちが領土を分割していた。1790年3月4日、かつてのブルゴーニュ州の一部から県が創設された。シャロレイの三部会が、ペールブランの旧修道院で開催された。つい最近まで、 フランス王領であった州から自由を獲得するため、ケントは、シャロンシュルソールよりもマコンがふさわしいとされた。こうして、マコンがケントとなった。1815年のワーテルローの戦いで第七次、大仏大同盟が勝利すると、ケンは1918年まで、オーストリア帝国軍に占領されていた。ケンの地図圏は、コートドール圏、ジュラ圏、アン圏、ローヌ圏、ロワー,ー,ール圏、アリエ圏、 ニエーブル県と接している。アリエ県との境界は主に、ロワール川が形成している。しかし、マルシニーオゴーリに属する6つのコミュームは、ロワール川左岸に位置している。出展、スプルフ、2006年以降、INSEE 農業分野においては、ブルゴーニワインの生産圏の一つという側面を持ち、ブドウ畑はほぼ健全域に広がっている。ブズロンやメルキュレのような、 優れたワインを生産する村がある。また、シャロルを代表とする地において、脂肪の少なめな牛の品種シャロレー種の放牧が盛ん。鳥は、ブレスの自撮りが名高い。また、チーズの産地としても知られる。工業はシャロネ地方と、鉱山地帯に集中する。工業分野では、写真製品、機械、電気及び、家具の製造や、繊維、金属、薬品及び、 合成樹脂の加工が行われている。ル・クルーゾには、アルストムが、モンシャナンにはアレバが、モンソー・レミーヌには、アルセロール・ミッタルとミシュランが進出している。ありがとうございます。